きは何ですか？今日はユーマ、はい、待ちぼうけやってみたいと思います、はい、ユーマの待ちぼうけ。何かな？いろいろあるね。だってラインナップ、ツチノコ、チェパカグラ、カッパ、グレイ、イエティ。カッパ？うん。お、一番いいのが出たなって。まあ、家で開ける？うん。開けるよ。バイバイ。今このユーマの待ちぼうけ。はい。あ、ちょっとさ、うん、ちょっといい。はい、いいよ。これが今まで出たやつだよね、うん。はい、じゃあ開けてみます。トラとドラゴンもかっこいいもんね、あっちで。うん、イルマなんかもっとかっこいいでしょ。はい。はい。はい、じゃあまずはラインナップ。ラインナップ。あ、ラインナップだった。はい。あ、これさ、あのさ。なんか、ラインナップもあんま、あのね、いい感じじゃない。え、チュッパカブラとかもいいね。そういうのがいいね。え、チュッパカブラいいね。あ、ラインナップもなんかいつもと違うね。いつも長細いやつじゃない、あっち、これ、ラインナップ。うん。チュッパカブラいい。はい、ラインナップは、待ちぼうけユーマ、ツチノコ。え、チュッパカブラいい。あ、あとツチノコはね、2つあるんだって、2種類。うん。チュッパカブラいい。で、チュッパカブラ。チュッパカブラいい。イエティ。これ何あっち、ついに発見。これ関係ないの。チュッパカブラいい。ね、チュッパカブラもいいね。はい、じゃあ開けてみましょう。あっち、チュッパカブラ一番好き。ハサミで開けた。うん。ちょっとハサミがいいかな。大丈夫かもしれない。あ、大丈夫か。まあ大丈夫。大丈夫。大丈夫。はい、えって一応いる。大きいのだけどね。ちょっと先に来たよ。大丈夫。大丈夫。はい。はい。結構可愛いのが出てきたな、あっち。お、可愛い、これカッパ。ねえ、これカメみたい。そうだね。カッパってそうなんじゃない？亀の凍らせをって言うんじゃない？面白い。あ、可愛らしいカッパなんだね。あ、可愛いじゃん、あっちこれ。ほら、待ってんだよ、カッパ。可愛らしいね、あとさ、チュパカブラ欲しい。あ、そう。また何行けばいいじゃん。チュパカブラマジで欲しい。カッパも可愛いな、あっち。ほら、髪の毛ないんだよ、てっぺんが。ねえ、あのさ、モンスターズインクで出てきてた、イエティもあるよ。あ、そうなんだ。音がさ、チョコエッグでさ、700円で買ったやつだったじゃん。うん、あれ。チョコエッグで。あ、白いやつ。これがイエティ。これがイエティなんだ、あっち。うん、え、それがこれ？うん。そうなんだ。イエティでかいんかな、あっち。イエティでかいやつだよ。このぐらいでかい。でもこれ何が出てもなんか良さそうだね。うん、グレーもいいじゃん、なんか。でもあっちさ、うん、これがいい、チュッパカブラ。ああ、そっか、土の子もいいけどね。チュッパカブラは一番欲しい。そうか、そうか。イエティもいいね。え、チュッパカブラめっちゃ欲しい。チュッパカブラ、え、チュッパカブラ欲しい。何なの、チュッパカブラって。チュッパカブラかっこいい。これ妖怪がいるんだ。待ちぼうけシリーズってあっち可愛いんだね、結構ね。待ちぼうけシリーズ、めっちゃいい街。じゃあまたやり行けばいいじゃん、今度ね。え、はい、でもさ、じゃあクラックもいい。そうだよね。じゃあ切りますよ。あちら、あのさ、あとさ、うん、あのさ、マーベルのガチャもいい。そうだね。招き猫もいいしね。いいのがいっぱいあるな。あれ招き猫じゃない。はい、じゃあね、招き猫だけじゃない。